さあ斉藤と朝倉未来は同じカードの表裏なのかもしれません。中央を取ったのが朝倉未来です。右足前のカバーです。背中見えているのが斉藤豊。ちょっと外を取ってるんですよね。一歩前後の動きが早い分幅広いんでサイドキックは入れていこうかなって。こういうあれでしたね、関節蹴り。こういうのも見せながら攻め方を考えてたのかなっていう。さあ来た、ここで倒しきるか。これ絶対やってくると思ってましたね。右ストレート打ちながらタックル。入り方良かったですね。これ自分のコーナーに持っていって石渡さんのアドバイスを。近くなってきたら B だぞ。石渡さんと ABCD ぐらいまで考えてたんで、ただ ABCD の中は言わない方がいいと思うんですけど、彼の動き方だったり反応だったり見ながらこれ合うんじゃないかっていうのを言ってもらう。悪い方の膝をやっぱ狙ってますよ。これ外側を蹴られたらやばかったですね。外側だったんで痛いとはいう話は入ってましたけど、これを打ちながらこう反応を見てどのぐらいも使えるのかなっていうのは確認してなかったですね。残り時間1分、残り時間1分。インローキックです。早いな。両膝へのこうプレッシャーの蹴りです、うん、はい、左ハイキック、花咲かすめた。インローキック。おあ、これは効きましたね。さすがに裏筋に当たったんでね。裏筋、はい。小坂さん、はい、まあ、前回のタイトルは一つ入りました。左引っ掛けてくるようなパンチです。松野小梅君と練習した時、朝倉選手に似てる、松野君が似てるところがあるので、スパーで左は当たるな、左フック当たるなっていうふうには、あ、やっぱり当たったなっていう、当たるイメージはできてましたね。フックに頼ってるところがあったんで、フックを気をつけながらどういうふうに入り込むかっていうのを、まあ、練習してましたけど、一瞬かけましたけど、ちょっと時間的に難しいかな。10秒切っています。この距離になるともうやっぱ組みついてきますもんね。だからあんまり近い距離の打撃は得意じゃないですよ。遠い距離上手いですけど。早くも第1ラウンド終わりました。一瞬でしたね、1ラウンド。一瞬だった。石井さんは一つ見つけたなっていうのは1ラウンドインターバルの時に言われましたね。やつはこれができないっていうので、自分もそうだなと思ったんで、まあイーブンかなと思ったんですけど、2ラウンド目からもうちょっと上げないといけないなっていうのは思いました。5分3ラウンド制、その第2ラウンドが始まりました。リミットが66キログラムです。ライジンフェザー級の戦いです。1ラウンド取られたって向こうが思ったのか、ちょっとずつ距離を詰めてきたような。膝だ。遠い距離からワンツーで入ってくること多かったんで、そこに合わせてのカウンターの腹の膝、タックル入りづらくなるでしょうね。これは大丈夫でしたね。胸あたりじゃないかな多分。まあもう一つ倒しきった。差し上げられそうだったんで、首と同時に走っていくっていう。僕も多分体勢ちょっと崩してるんですよね、この時。ほら本当はもっとこう相手に密着してドンっていけばそのまま抑え込みいけるんですけど、これ僕がずっとパウンド入れてるんで、どっちが取ってるってないのかなとは思ってましたけど、もう少し自分でいろいろ展開作りたかったですけどね。こうなった時にテイクダウンして、トップキープまでいけたらよかったな。今度左のボディを切ったんで、その前に左フック被せる。笑った朝倉未来。左フックもらった時に、俺斉藤選手のパンチで倒れることはないなと思いました。これが右手で、俺は手がありましたね。僕右にちょっと入ってるん で顔も左向いて避けてるじゃないですか。相打ちなんですよね、これ。コンマ何秒自分のが先に強くもらってるはず、ここから覚えてないですよね。タグっすよ、マジで。吸うなら倒れてますよ。前は行かなかった、勝負しなかった。ここは勝負する、仕留めに行く。腕の腕力すごいんですよ、斉藤選手って。しがみつく力がすごいなっていう。スタートするな、斉藤。気づいたら血出てて、気づいたら下になってたみたいなのだったんで。さあ、会場が揺れている。神の声が入ってきたんです。ちょっと目が覚めたような感じ。うわー、来ました。面白い、動いた第2ラウンドでした。決めれるなら決めに行きたいなっていうのはありましたけど、まあ2ラウンド終わった時点で勝てるなと思いました。正直この選手はもう俺の方が強いなと思いました。3ラウンド勝負しようですね。まあやっぱ2ラウンド取られてるんで、これいかねえと勝てないかな、はい、
さあ最終の第3ラウンドが始まりました。これ打ち合いに行くかどうか仕上げてくる。これはハイクッケン最後を入れた。練習で何人も倒れてるんですよこれで。相当タフだなと思って。やっぱり2ラウンドのあれが残ってるんじゃないですか多分。僕は聞いた感じはしないんですけど、随所で多分そういうのが出ているのかな。3ラウンドで踏ん張れなかったりとか、血もひどくてなんかよく覚えてないですねこの辺も。そっから斉藤集中だ。斉藤選手もダメージないんですかね。来た、リータボール、やり返した。落ちてやがりのリータップ返し。テイクダウンいった。スイーターのサファックリマリータップ返しですか。あれはもうやってやりましたよ。萩原戦のおかげちゃおかげですよね。少しずつオールラウンダーになりつつあるというか。斉藤の顔が腫れてきています。出血もあります。おう、すごいテイク。テイクダウン、シングルレッグのタックル。結構板に組みついてんな。でも足が効いてないな。いつもだとここからこうガーッと走っていくんですけど、やっぱ足がついてこない。この辺でもう決めようかなと思いました。 KO しようって。相手すごい疲れてたから。ミクル選手は倒したいですね。倒したいでしょうね。来た、カウンター。斉藤の右、来た、うわ、プレファー言わない方がいいと思います。もう一回あるから多分。短い期間で試合受けてくれてありがとうございましたみたいな感じと、なんかまたやりましょうみたいなことを言いました。